それでは、それを日の報酬、よろしくお願いいたします。写真館でセロを弾く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、仲間の楽手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかに楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。トゥーテイ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 。ここからやり直し。はい。